ギター講師の武田です。右手のですねストロークを中心にレクチャーしていきたいと思います。または16ビートちょっと難しいんですけど、こういうようなリズムとかで、まず本当に簡単に説明していきますので安心してくださいね。こう下にこう弾くことですね、このストロークすることをダウンピッキングと言います。ダウンです。そしてこのアップ上にこう上げる弾き方っていうんですかね、これをアップピッキングと言います。でよく右手がこうなんかこう硬くなっちゃってですね、これはあまり良くないですよね。ピックをまず持ってですね、僕はこう小指にこうやってベタってハンコを押す感じ、真ん中にあまりこう親指下さないようにして、でこれ出さなすぎても深すぎてもこれピッキングハーモニクスがなっちゃうので、こんな感じですね。で僕はジャズ3っていうちょっとちっちゃいピックアコギでも使ってるんですけど、しっかりピックをこう下指と親指で持ってこうですね。やっぱりこの手首をこのスナップかけてるの分かりますか？かけてなかったらこうなっちゃうんですよ。こういう引っ掛けではなくてこういう感じですね。そしてアップアップするときもこういう感じ、なんかこの手のひらを見てちょっと大げさに言えばこの手のひらを見てこういう感じの、まあ実際ここまでやってないと思うんですけど、このぐらいがこういうふうに置いてこうですね。そうするとストローク綺麗になってきます。右手のスナップをかけてここの中ホコリをボロッとあげる感じっていうんですかね、そんなイメージで僕は弾いてます。はい、そこで、まずじゃあ1個コードを覚えていきましょうか。まず最初に覚えるのは当然ながら C コードを一回やってみたいと思います。で C のオープンコードっていうんですけど、オープンっていうのは開放弦を使うっていう意味なのでオープンコードとも言います。なので開放弦を絡むので結構指先しっかり立てた方がいいと思います。で薬指が5弦の3フレット、まずこの1、2、3、4、5ですね、下から数えて1弦、2弦、3弦、4弦、5弦、この太い弦の1、2、3、これフレットってこれ数えていきます。1、2、3、4、5、3、5、7、点ついてますね。1、2、3のこの点のついてるところに薬指を置く。はい、で次に中指を4弦の2フレット、下から数えて1、2、3、4番目の弦の1、2、2フレットですね。はい、そして次3弦の開放弦、何も押さえてない状態で、次人差し指が2弦の1フレット1弦2弦の1フレットですね。そして最後1弦のミの音、開放弦が鳴ってます。なのでこれ3弦のソの音と1弦のミの音が鳴ってますね。なので中指の中とかでこう当たってしまうとこんな感じになっちゃうので、しっかり中指立たせます。あと人差し指もしっかり立たせてます。どうしてかというと1弦の開放のミの音が人差し指でこれ当たってしまうとこんななっちゃうんですよね。こういう感じで音が鳴らないと、なのでしっかり小指先立てて弾きます。でこれが一応 C コード、このようなリズムをまず刻む練習します。これだけでも結構難しいんですけど、まずダウンですね、そしてダウンアップ、ダウンアップ、ダウンアップ、ちょっと難しいんですけど4分音符そして8分音符、そこで実際にカウントの仕方としては1、
1と2と3と4と、このように弾いていきます。これで1小節です。1と2と3と4と、今譜面出てると思うんですけど、四分音符をタンと捉える、そして8分音符を僕はタって捉えました。そし不思議と譜面読めるようになってくるんですよ。さっきのリズムもね、タンタッタタッタタッタタンタッタタッタタッタ、じゃあもう一個ちょっと違う譜面出しますね。はい、四分音符がタンで八分音符がタって捉えると、この譜面はタンタッタタンタッタと読めますよね。で右手が下ダウンダウンアップダウンダウンアップと弾けます。タンタダタンタダと覚えれば簡単ですよね。で少し難しいんですけど、カウントをすると1と2と3と4と1と2と3と4とこのようにですね、譜面を読んでいきます。で先ほどのギターのこのダイアグラムっていう読み方もあるんですけど、その詳しい内容はですね、こちらの動画でも説明してますので、ぜひですねそれも参考にしてみてください。概要欄の方にリンク貼ってますんで、そこから飛べますので、ぜひ練習してみてください。じゃあもう一度弾いてみます。程度の曲はですね、このリズムで結構なんとか弾けます。それではですね、この譜面も見てください。これなんかピョンってついてますよね。これをタイと言います。でここで見ると1と2と3と4との3拍目の頭が空振りなんですよね。っていうのは1と2と3を空振り、アップダウンアップ、これよく聞いたことありますよね。この例でこのストロークかなり大事です。ある程度8ビートの曲があったらこのリズムで弾き語りできるんじゃないかなって思います。ちょっとコードに乗っけて弾いてみましょうか。じゃあ C、 この後 Am も覚えましょう。で、なんか2個目のコードちょっと難しそうに感じるかもしれないですけど、この C の薬指を離して他の指を離さないんですよ。 C を押さえて薬指を離して3弦の2フレットに薬指を置きます。そして5弦から弾くとこんな感じで、ちょっと暗いコード、これが Am コードと言います。ちょっと弾いてみますね。一緒にね、弾いてる中で気づいた方もいると思うんですけど、右手がこうなっちゃったらダメです。1と2と3と4と1と2と3と4と止まってしまう。このように1と2と止まってダウンアップダウン、こうなるとリズム、要するにグルーブが全然合わなくなってくるんですよね。こうですね、ダウンダウンアップダウンのトラブルアップダウン、これになります。そしてこの Am に移動するときにこうなってる方もいると思うんですよ。こうやって要は離しちゃってる感じ、一回こう指板からここでではなくて、ここから押さえて人差し指と中指は押さえっぱなしなんですよね。で薬指だけが離してこれで Am に行きます。動かさないように工夫して弾いてみます。 C を2小節弾きます。2小節っていうのは1と2と3と4と
に小節弾きます。でちょっとまとめますと、まず右手がしっかり空振りをするリズムを感じるところですね。そして左手のコード進行の移動の時に無駄な動きをしないようにする。これだけで、ね、だいぶ変わりますので、ぜひ練習してみてください。ちょっとここからはできた方はやってみてほしいんですけど、16ビートのこう速い感じのリズムストロークもレクチャーしていきたいと思います。これ結構難しいんですよね。こんな感じですね。またはそれではゆっくりレクチャーしていきます。まず1拍目が四分音符で、2拍目がこれ難しいんですけど、普天8分音符そして16分音符になってます。なのでポイリズムなんですよね。分析すると普天8分音符は16ビート3つ分の単位なので、で最後16音符じゃないですか。なのでみたいな感じです。でも実際に弾いてるのは右手はダーンダーンの空振り、でも体のリズムではと考えてます。ポイントは普天8分音符っていうのが16音符3つ分ってことです。1拍目と2拍目つなげて弾いてみます。こんな感じですね。3拍目が16音符そして8分音符なので、これもよく出てくるリズムです。ダンアップダーンで覚えます。16、8分音符みたいな感じなので、そして4拍目4分音符、はい、2拍目と3拍目タイでこんな風に結んでるんですけど、タイっていうのは一応同じ音を一音で結ぶって意味があって、なのでここはダウンの空振りが入ります。ちょっと弾いてみますね。ダウン空振りアップダウン、少し早く弾いてます。この空振りが大事になってます。そしてもう一つのリズムは4拍目がちょっと変化してます。これは先ほどやった3拍目をこう逆にした感じ、パッパッパ8分音符16なのでダウンダウンアップとなります。こんなリズムになります。これが4拍目に入ります。1拍目からやってみます。実際こう2拍目と3拍目をタイで繋いだりしたりとか、2拍目の普天8分音符のとかこの辺のリズムを体で感じるのすごく難しいと思います。または最後4拍目8分音符でもいいですね。でもう一つの方のリズムも早く弾いてみます。このようにレクチャー動画だったりとか、あとカバー動画ですね、ポメラニアン飼ってるんですけど、トラちゃんもフちゃんチャンネルみたいな感じでワンちゃんも登場しますので、ぜひそちらもぜひですねそちらの方もチェックしてみてください。仲良ければチャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いいたします。